1位ってライデン将軍超えたんらしい。日本ではガチャの売り上げがアヤトのガチャも超えたらしいぜ。ガチャの売り上げすごいね。多分ウェンティが復刻にいる神様だし、復刻1年ぶりぐらいだし、ウェンティ欲しいって人もいたと思うし、今回の武器ガチャもなかなか優秀だっていうのもあると思う。だキャラガチャもアヤトの新規のガチャもウェンティの復刻もで、もちなんか今のピックアップの武器も多分いろんなガチャ回した人が今回多いからガチャの売り上げ伸びたんじゃないかな。うん、まあいいことですね。それかもう単純に原神遊んでる人が増えてるからね2.6 から原神始めましたみたいな人がいるのかもしれん。うん、腐女子パワーすげえな。まああとはそうだね、腐女子がいっぱいいるのかもしれん。男が好きって腐女子か、どうなん、男同士が好きなんが腐女子じゃないの。腐女子なめんなって言われたこの間コメントでなんか腐女子であることを誇りに持ってる一族がいるみたいで、ちょっと恐れ入ったわほんま。あ、夢女子ね、夢女子か、パルタリア夢女子、アヤト夢女子、アヤト夢女子がいっぱいガチャ回したからアヤトのガチャ売れたってのもあるかも。あとは声優ちゃう、その石田パワーかも。あのアヤトの声優さんの声めっちゃいい。なんか日本では今のガチャが売り上げ1位らしいから、通算でね。その日本ではってのは多分世界との差は石田パワーだと思うから、そんなさ声優さん石田さんがこの何英語喋ったりとかしてるわけじゃないと思うから、声優パワーで差がついたのかもしれん世界と、うん、イエランの声優誰になるんだろうね。あー深いね、イエランの声優誰になるんだろう。それはかなり疑問だし、 2.7 の公式生放送の一番注目すべきポイント争点になるでしょうね。結構声優誰来るかはでかいかも。他人の趣味は否定しないけど自分は夢本当に許せん。何、夢女子嫌いなの？うん、そうなん。でも多分夢女子もお前のこと嫌いだよ別にいいじゃん、別になんか許せないとか、そういうなんか否定する気持ちはネットだろうとなんだろうと表にさらさない方が多分お互いに幸せだと思うぜ。うん、イエランの声優予想は坂本さんやと思います。え、存じ上げないや。え、ちょ、私ね声優さんの名前言われてもね全然頭の中でねイメージできない。ちょ、誰、有名作品のどのキャラクターを演じてらっしゃるか聞けば頭の中でピロリロロロつってあのインプットされて現像されるから、それ言ってよ。うん、坂本龍馬日本選択すんの、どういうことマリリゼロのエキドナはぁ、リゼロのエキドナ、ジャンヌ、セイバー、え、セイバーなの。セイバーってあれじゃん、あれじゃん、この神格の声優さんじゃないの、エクスカリバーじゃないの。おー、ジャンヌダルク、あ、ジャンヌダルクね、リゼロのエキドナ、 FGO の曲歌った人。セイバー違うよね、ジャンヌ、メロンパンナちゃんメロンパンナちゃんって聞いて一気に変化球食らったわ、分かんなくなっちゃった。かっこよさそうな声やな、楽しみやな。 Excuse me.